して始球式を行います。来てくださるは女優の坂島セイラさんです。大きな拍手でお迎えください。駅伝市出身の坂島セイラさんは2016年に乃木坂46を卒業、その後はタレント女優としても活躍され、現在は駅伝広報大使も務められています。地元愛知県で始球式をしたいという夢がデビュー10周年という節目に叶いました。今日はノーバウンド投球できるように、そして何より両チーム素敵な試合になりますように思いを込めて投げさせていただきますとのことです。ドラゴンズという大好きな球団のユニフォーム、背番号は5月19日の誕生日にちなんで519です。それでは長島聖太さん、投球をよろしくお願いします。届かんよ、本当に普通じゃん。始球式を務めてくださいました女優の長島聖奈さんにもう一度大